組の皆さん、こんにちは。横浜市から来ました桐蔭学園小学校黒金です。本日2度目の演舞となります。子どもたちはですね、本番のステージを経るたびに本当に大きく大きく成長しております。今日2度目の演舞ですが、1度目の演舞でより温まって、そして、お客さんと盛り上がってきましたので、2度目のこのメインステージのところでも一人でも多くのお客様と心を通わせ、盛り上げていきたいと思っております。子どもたちの演舞どうか応援していただければと思います。よろしくお願いいたします。桐蔭学園小学校黒金2022あやめ、構え。集まってくださって見てくださる方たくさんいます。踊り子のみんな、周りをよく見て一人でも多くのお客さんと目を合わせて心を通わせていきましょう。
見てくださった全ての方に感謝の気持ちを込めて、礼。ありがとうございました。桐蔭学園小学校黒金の皆さんでした。